とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。持ってる装備と、その使い方を教えてくださいというコメントだね。結構あるので、いくつか紹介したいと思います。まず、装備欄をお見せします。俺が持ってるエンチャント済みのものだね。こんな感じです。結構多いんだよね。でも実際のところ、使ってないやつっていうのも結構あります。使ってない。ただただ取ってるだけっていう、そういうのもあるんだけども、まあ大体これぐらい、装備を持ってます。はい。じゃあ実際どんな風に使ってるかっていうのを説明していきますね。それではまずはこの装備ですね。俺が大体使ってるセットになるんだけども、これの紹介からいきます。まず武器がフロストサイスだね。これもらったやつで大切に使ってます。流れ込む魂が入ってて、カバンビルドの時に HP を回復することができます。さらに謎の共鳴、旋風が入ってるので釣り竿との、相性も抜群ですね。で、たまに武器をこれに変えることがあります。これ不滅のナイフ、これが流れ込む魂と採掘者がついてます。火力はないんだけども、カバンで敵を倒した時に HP も回復するし、エメラルドも出るっていうので、お金集めも兼ねてやりたいときは、これも一緒に装備してます。で、続いて、防具ですね。俺の基本装備は発光するイカの防具となってます。エンチャントで、幸運の海だね。これがついてると、どこにいても、役に立つので、これを大体つけてます。そしてもう二つが、瞬足だね。これは回避をすると移動速度が結構上がります。ブーツと一緒に使うととんでもない速さになるのし、イカの防具もさらに移動速度が速くなるのよ。なんで、高速で攻略するのにすごく向いてるので、重宝してます。で、デスバーターだね。これを持ってると変更の敵が出てきた時に、弾き返されても生き返ることができるので、保険になってます。まあ、とりあえず、俺が大体装備してる防具はこんな感じだけども、どうしても火力が欲しい時はこっちに変えてますね。クールダウンが1個ついて、稲妻フォーカス、火炎フォーカスです。カバンで火力を出すことができます。うん。どうしてもね、敵が強い時とかはこっちを装備していきますね。でも基本的にはこの幸運もつけてやってます。で、防具じゃないな。弓はバブルバースターです。これもね、ちょっと前にもらったやつなんだけども、かなり使ってます。大切にしてますね。バーストボーストリングとクールダウンショット、そしてアーティファクトチャージ無限がついてます。かなり強いですね。で、これと、もしくはこっち、どっちかを使ってますね。違うな。もう一個あったはずだぞ。もう一個、バブルバーストどこ行った？あ、あったあったあった。これこれこれ。マルチショットがついてるやつだね。これもかなり強いので、場所によってはこっちに変えたりもしてます。はい。で、アーティファクトのセットは、羽、ブーツ、エレメントのカバンです。古代人とか、ボスとかと戦うときは、ブーツをエレメントのカバンにすることもありますね。はい。まずとりあえずこんな感じです。続いてはこの装備のセットですね。まず武器が覆われた怒りです。で、防具がウィザーアーマー、弓がパープルストーム。まあ、こんな感じですね。まず覆われた怒り、火力がめちゃくちゃ高いです。アーティファクトチャージか。チャージじゃないな。このアーティファクトを使うとダメージが増えるやつ。これでかなり火力が上がってますし、クリティカルでもいい感じです。まあ、263なんで、ダメージはとんでもないですね。
で、ウィザーアーマー。これがね、HP6% 吸収するので、これでダメージを与えた際に、かなり HP を、回復することができます。で、毒フォーカス。この毒フォーカスがついていることによって、怒りの火力も底上げされてますし、クールダウンがついてます。なので、カバンビルドとしても使うことができますね。ただ、バブルバースターとは相性がそんな良くないので、パープルストームにしてます。で、アーティファクトは大体俺このセットで行くんだけども、まあ、ボスと戦う時とかになると、この真ん中を、あれだな、キノコにして、ドラとか。まあ、キノコは1個入れててもいいかもしれないね。ブーツじゃなくってね。そんな感じです。で、弓は、まあ、他のやつでも、まあ、パープルストームじゃなくても OK っていうことにしてますね。愛のスペル棒とか、あとは、谷の小玉、冬の指先。このあたりを、カバンビルドとして使ってますね。まあ、これが俺の近接の中で一番火力があるやつではないでしょうか。あ、もしくはこれだね。星なき夜。これなんかも結構火力があります。そして次に紹介するのがこれですね。これもね、ボス戦でたまに使ったりします。武器が星なき夜。これね、エコーがついてるんだけども、263の武器です。エコーがついてる星なき夜、むちゃくちゃ強いです。で、さらに、エンチャントで、リフレッシュ。これが重要だね。リフレッシュで敵を倒すと、ポーションのクールダウンが減ります。で、勇者のアーマーで、ポーションバリアを使いながら、90% ダメージ減少か。で、それで戦っていってます。ボスとね、これで戦うと、まあ、雑魚が出るボスとかね。あとは雑魚がめちゃくちゃいるとこは、これが結構マッチします。やっぱり 90% ダメージ減少になると、そんなに死ぬこともないし、ほぼないかな。うん。爆発のね、クリーパーをボコボコって食らっても、そこそこ生き残るんで、強いですね。なんでこれですね。そして、弓は、もうとにかく何でもカバンビルドにするようにしてます。愛のスペル棒もしくはパープルストーム。まあ、機械仕掛け。そのあたりだね。で、羽、エレメントのカバン、近接では絶対必要なキノコ。こんな感じですね。まあ、ボスの時には、エレメントのカバンをドラにしてもいいと思います。それでは最後4つ目、よく使う装備セット、これですね。まず武器が、フロストサイスです。まあ、これは、最初のやつと同じく、不滅のナイフ、それと交換することもあります。とにかく流れ込む魂が入ってればよしとしてますね。で、防具が、輝くローブです。ポーションバリアと、雷フォーカス、火炎フォーカス、で、263なので、かなり耐久力が高いです。で、弓は、このパープルストームですね。マルチショットがついてるクールダウン編成のやつになっております。で、羽、エレメントのカバン、カバン。だね。これどこで使うかっていうと、海底だね。海底のステージで使います。あそこはバブルバースターが、ほぼほぼ使えなくなるので、パープルストーム、で、マルチショットで敵を、足止めしつつ、エレメントのカバン。これでダメージを与えていくって感じで攻略していってます。うん。普通の装備じゃちょっとね、海底難しいのよ。なんで、この装備にすると結構簡単にいけるので、このね、輝くローブのカバンのダメージ特化。そして、パープルストームみたいな、連射ができるやつにマルチショットをつける。これで海底が結構楽にクリアできるのでおすすめです。はい。ということで今日はコメントをいただきまして、持ってる装備、そしてどんな時に使うのか、説明していきました。まあ、他にもまだ装備いっぱいあって、使い方いろいろあるんだけども、とりあえずの俺の主力の4つを紹介しました。どうだったでしょうかね。
はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。